スノーマン、それスのラウールと、深澤達也の、格差にくすぶる不満、無理キャスティングが招いたちぐはぐさ。1月26日、スノーマンの看板組、それスノーマンにやらせてください。それスの TBSK、日曜夜8時で、ラウール、20のチャレンジ企画と、深澤達也、31の潜入ロケ企画が放送された。 どちらも視聴者におおむね好評だったが、深沢の扱いに不満の声が上がっている。以前の深沢はキャラが曖昧だったが、昨年11月放送の同番組の,番組の高級クルーズ船潜入ロケで、お金大好きなクズキャラを確立。今回は総行費約1億円の超豪華バスツアーに潜入し、一杯10万円の幻の蚊に、 超高級ホテルなどを紹介しつつ、クズキャラを全面に。スタジオでは意地悪なクイズを出題し、メンバーとゲストからブーイングを浴びていた。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、深沢さんのお金企画。本当に愛されてる人じゃないとできない企画だ。深沢だからこそできるバスツアーというか、お金クイズ。今まで事務所にいなかったキャラ。